いい加減僕たち付き合った方がいいんじゃないかと思うんですけど。うわー、嫌な告白。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ん、何やっけ、生まれたんやっけ、成長、生まれた。私たちに赤ちゃんが生まれました。1組だけやった？2組やったっけ。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも、どっちも嬉しいです。女の子でした。またやっぱりてっちゃんの遺伝子が強い。いや、イメージ通りっちゃイメージ通りやけど。どんな子になって欲しいですか。え、どっちって言った？女の子って言った？自然に任せます。名前も考えたのですが、うんうん、私のモカと夫の哲也から取って哲花にしようと思います。哲花ちゃん昔おらんかった？おったよね。まあいいですけど。大切に育てます。え、なんかさ、ひらがなとカタカナのバランスもこんな感じじゃなかったっけ。はい、てっちゃんとモカタンの間に哲花が生まれました。モカタン格好かわいい。あ、2組ぐらいおるかなと思ったけど1組やったっけ。よーし、それじゃあ誰だ。あー、喧嘩久々にやってきたら早速喧嘩をしている。間違いは、どうしたどうした、ギャルか。喧嘩しました。うんうん、腹が立ちます。まあまあ落ち着け、仲直りしてください。この間も沈めてください。まあね、ユニポンちゃんはもう全部出とるけん、とりあえずミートボールで踊っていただくとして、ミミミミえミーミートボールよ、ミートボール、ミートソースパスタじゃない。はい、いただきます。どうぞ。もうすでになんか食べとるっぽいけど、ミートボールぐらい入るやろ。いいね、軽快だわ。大好物だったようです。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。お、いってらっしゃい。ほら、親友のモカタンにはまた新たな子供が生まれたんよ。喧嘩しよる場合じゃないっていや、関係ないやろうけど。あれだな、服装の割にすごい質素な家に住んでいるな。とてもシンプル。もっとブリブリした感じの家に住んでそうやけどね。お、仲直り成功。うまくいきました。ありがとうございます。え、てかここはさ、まだ結婚しないんすかずっと恋人同士のまんまですけど。これにそれもあげます。ね、なに、実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。ねえねえ、結婚したい、ほら。あ、ってことはもうあれですか、プロポーズ待ちってことか。よく知ってます。なるほどなるほど。初雪さん仲いいの。かなり楽しい。かなり楽しいってね、文言自体はいいんやけど、なんか結構下の方この人間関係。お、なんか上の方に友達。あー、なに、若木くん。あの友達マークたちは喧嘩かな。僕たちに興味なくなったんですか。そんなことない、そんなことないよ。どうやらあかりが僕のことも好きみたいなんです。あかりちゃんにはゆうやさんがいるけどな。まあ、とりあえずあれかな。じゃあそうしてみますか。付き合っちゃえよ嫌なやつ、消しかける。あ、来た。いい加減僕たち付き合った方がいいんじゃないかと思うんですけど。うわー、嫌な告白。ごめんなさい。なんかあれよね、みじんもその気がないのに相手からそういう言い方されたら怖ってなるよね残念な結果に終わりました。そんなに好きだったわけじゃないですから。強がんなって強がんなって、めっちゃ落ち込んだ。釣られちゃいました。まあ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 、
勘違いやったってことよ。気にすんな。はい、ココナッツどうぞ。いただきます。はいはい。あまり美味しくなかった。マジで？私も好きじゃないけどな、ココナッツ。え、勘違いからのあの告白は痛いって。辛いね。なんか増えた？あ、でもあれだな。まあ、上の方の子らやけん、ね、そんな喧嘩っていうことも。あー、なるほどね。ここが喧嘩かな？とりあえず仲直りさせておこう、こっちを。隣の部屋同士？あ、どうも。どうもどうも。あ、ゆゆると喧嘩しました。あ、違う。ってことはもう一組いるな。三組か。仲直りしてください。一軒家におるかな？え、ちょっと待って。ないな。ギリチョコ。いただきます。はい、どうぞ。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。落ち着きました。仲直りまあ、ギリだろうが本命だろうが。美味しいよね、チョコは。顔がよく見えないけど。あれかな、日差しが暑い。いや、でもヘルメットかぶっとった方が暑いか。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。こないださ、朝？違うな。夕方ぐらいか。あの日がささして登校じゃねえわ。下校しよる小学生を見かけたよ。あのきっちりさ、あの黄色い傘、小学生特有みたいな黄色い傘なんやけど、あの傘の内側が真っ黒やった。あの光を遮断するってやつ。すごいね。今小学生用の傘でもそんな感じのあるんやって思った。え、てか思ったんやけどさ、小学生の傘ってなんで黄色いんやろ。なんかみんな黄色じゃなかった？どれが自分なんかわからんなるやんね。そこまで揃えんというか、まああれか、目立つっていうのはあるんやろうけど。中学校に上がって黄色い傘の人なんかおらんもんね。いや、おったらごめんやけど。はい、かなさん入ります。でも、おったらいかんわけじゃないけどね。でも、あれよ、サイズ自体小さいのが多いやん。黄色い傘。誰と喧嘩したんだ？はあ、みゆちゃん。仲直りしてください。すき焼きだな。すき焼きで、飛んでいこう。すき焼き、どうぞ。はいはい。いい感じ。飛んでった飛んでった。これ一回一回マンションに穴開きよんかな。地球まで飛んでいってるもんね。うまーい。超大好物だったようです。仲直りしてこようと思います。よかったです。いってらっしゃい。そうそう、ブリブリした感じの部屋じゃないや、服装やったらこういうとこに住んでそうやもんね。ん？でもこれはまだあれか、まだシンプルな方か。もっとなんかギラギラした感じ、もっとブリブリした感じの部屋あったよね。あれ違った？こちらこそごめんなさい。あ、今回全組仲直りできたんじゃない？よかったよかった。まあ振られて落ち込んどる子はおるけど。ありがとうございます。まあそこはね、しょうがない。仲直りできました。めっちゃ満腹やん。え、さっきまでは空っぽやった。さすがに途中まで入っとったかな。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。やっぱり友達は少ないより多い方がいいですよね。でも最近は別にあれだな、多くなくてもいいんじゃないかと思い始めたけど。
学生時代終わったらねえ、別にそんな大勢で集まることもないし、ほんとなんか 少数精鋭みたいな感じじゃない、集まるの。ほんとに仲いい子たちだけで集まるみたいな。いやでも同窓会とかも行きたいなと思うよね。はい、ゆきさん入ります。超久しぶりです。また会えて嬉しいです。お久しぶり。ベッカナのこともよく知らないのですが、僕とまだ知らないのか、いないそうですか。だいぶ前からいますけど相性バッチリかな。うん、ちょっと気になってきました。ちょっとあのワカメちゃんが嫉妬しない程度に、みんなと仲良くしたいです。いいね、みんなと仲良く。めっちゃ運動しよる。でもなんかみんなすごいバラバラなのが気になる。リズムを合わせてくれ。おお、なんだ、子供？ちょっと聞いてもらえますか？ん？違う。実はあなたに赤ちゃんが生まれました。やっぱもう一組おったよね。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？そう、なんかあの前に撮影したの結構前やけど、一組ではなかったと思ったよね。どっちも嬉しいよ。ふんふんふん、女の子。イメージ通り。シュッとした顔立ちですね。自然に任せよう。考えたのですが、殻の要と夫のクラゲから取って、クラメにしようと思います。クラメ。いいね。クラゲも大切に育てます。ソタンさんってあんな困り眉な感じやったっけ？やってください。はい。途中で生まれたわ。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。私普通に子供が泣き止まないのでってやつやと思ったんやけど違ったわ二組目だった。今日は 27,100円集まりました。ありがとう。そしてうえい、次こそあれか、お呼び出しか。おお、そっちなのね、早速の。どうしてもクラメ殿に産んでくれないのですが、助けてくれませんか。生まれたての赤ちゃんなんかそんなもんだろうよありがとうございます。はい、クラメ、あなたのとっくりさんだよ。はーい、髪の毛ふさふさだね。お、へー、ダメだった。あ、お、ご機嫌になったんじゃないか。いい感じよ。いやー、ごめんね、違う。おー。でもこの子だいぶご機嫌になってくれたよ。よーし、よかった。最近これ結構不調やったけんさ、ね。リズムがつかめんことが多かったけど、今回はよかった。実用品フライパンをもらいました。ありがとう。自分たちの方がいるんじゃないか。そんなことない？はい、それじゃあ、あ、これもしかして慰めじゃ。違うんか、ただの男子会か、慰め会かと思ったよ。最近、夕やって噂になってるのね。それ知ってる？どんな噂？あ、やっぱり。どうすればもっと身長が伸びるかな？その内容を話せ。それ、無理じゃない？サザエのつぼ焼きが足りてないんじゃない？サザエのつぼ焼きで身長が伸びるのか。あ、そういう物理的。いや、まあ身長伸びるのは物理的やけど。これは友達クエストか。はい、それじゃあミーニュース見てこう。3時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日、シュウヤさんが誕生日を迎えました。おー、誕生日や。アズナシのホテルで開かれたお誕生日会の模様をお送りします。せっかくのさ、誕生日やのにさ、さっきの男子会では何も触れられてなかったよ。普通になんか、その他大勢、男子1みたいな感じやったけど。その被り物はどうなんだ。ありがとう。ふぅ。主役より目立ってないか。修也さんにとって素敵な一年になりますように。うんうん。誕生日が好きな人っていますよね。
誕生日は好きとか好きじゃないとかじゃないけん、はい、そういうもんじゃないけん。今楽しいけどね、誕生日やっぱ自分がメインの日なのでって言っても大人になったら特に何もないけども、それでもさ、あれよね、誕生日を忘れることはないな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、もう次映すときは成長してるかな、二人とも女の子やったっけ性別を毎回忘れる。